なこんにちは。ビューンと出てきたのはおしゃべりダッシュライトニングマックイン RRC タイプ。後ろに引っ張って走らせよう。ピカピカ光って走るライトニングマックイーンのおもちゃだよ。早速開けてみよう。ここからバシッと開けてマックイーンを取り出すよ。はい、マックイーン出てきたよ。とってもかっこいいね。くるっと見てみるとこんな感じのマックイーン。赤いボディに黄色の雷のマーク、とってもかっこいいね。裏を見てみるとここから電池が入るよ。裏のネジを開けて蓋を開けて、使うのは単4電池2本だよ。この電池をマックインに入れて蓋を閉じて裏のスイッチをオンにすると、これでマックインが喋るよ。早速やってみよう。下に置いて、僕は有名なレーシングカーだろ。マックインを押すと4種類のおしゃべりが楽しめるよ。それで前のライトがオレンジ色に光るよ。おしゃべりしてピカピカ光るマックインだよ。はい、このマックインを後ろに引っ張って離すと走るよ。おしゃべりしながらいっぱい走るね。このマックインの大きさはトミカのマックインと比べるとこれぐらいの大きさだよ。トミカよりちょっと大きいね。今回のマックインは RRC タイプ。通常のマックインはこっちだよ。普通のマックインより赤が濃くてちょっと塗装が違うね。とってもかっこいいマックインになってるよ。通常タイプのおしゃべりマックインもあって、こっちもスイッチを入れるとマックインがしゃべるよ。ノーマルタイプ、 RRC タイプ、どっちもかっこいいね。おしゃべりダッシュにはネーターもいるから、みんなで楽しく遊ぼうね。はい、今回はこのかっこいいマックインが走って喋って光るおしゃべりダッシュライトニングマックイン RRC タイプを紹介したよ。とってもかっこいいからみんなも遊んでみてね。マックインだよ。今日は僕を開けるとじゃじゃーん、カーズトミカをいっぱい持ってきたよ。よし、出してみるよ。ドッグハドソン、シェリフ、トラクター、メーター、グイド、レッド、ジャクソンストーム、ライトニングマックイーン、こんなにたくさん持ってきたよ。全部開けてみよう。まずはメーター、メーターのトミカを開けてみよう。よいしょ、バシッと開けるとメーターが出てくるよ。はい、メーター出てきたよ。メーターを見てみよう。メーターは茶色の車、後ろにはこの小さなクレーンがついてるね。茶色のメーター、顔はこんな感じだよ。出っ歯のメーター、かわいいね。反対側、トムメーターって書いてあるよ。クレーンがついたかわいい顔のメーターだよ。はい、次はこの青いグイドを開けてみよう。グイドが中に入ってるかな。よいしょ、はい、水色のグイド出てきたよ。グイドかわいいね。みんなを整備してくれるグイド、水色でここに2つついてるよ。顔はこんな感じだよ。ニコッとしててかわいいね。水色のグイドだよ。はい、次はトラクターを開けてみるよ。トラクターはどんな感じかな。パカッと開けて取り出すよ。トラクター出てきたよ。後ろの車輪が大きいね。メーターとマックインがいたずらするとトラクターがコテッと後ろに転んじゃうね。後ろに転んだ格好もできるよ。このトラクターはくるっとしてみるとこんな感じ。とっても眠そうな目をしてるね。後ろのタイヤが大きくて前のタイヤはとってもちっちゃいよ。くるくるっと走るよ。コテッと転んじゃうね。次はシェリフを開けてみよう。シェリフはパトカーでとってもかっこいいよね。パカッと、シェリフ出てきたよ。真っ黒の体、白のドアでとってもかっこいいね。シェリフって書いてあって、
くるっと顔がついてるよ。反対側、後ろから横と後ろにシェリフって書いてあるよ。後ろにはパトランプもついてるよ。みんなの街を守る警察のシェリフ、かっこいいよ。次はストームの前にハドソンを開けてみよう。紫でとってもかっこいいね。ハドソンを取り出すよ。はい、紫、青かな？ハドソンが出てきたよ。車高がとっても低いね。後ろのタイヤは隠れてるよ。こんなに車高が低いハドソンが出てきたよ。前から見るとこんな顔をしてるよ。反対側、後ろから、日本の車たちとはちょっと違ったハドソン、かっこいいね。よし、次はマックイーンの前に消防車のレッドを開けてみよう。消防車の形をしててかっこいいよ。よいしょ、はい、レッド出てきたよ。消防車だね。黒いホースに黒いタイヤ、顔はこんな感じだよ。優しそうな顔してるね。反対側、後ろから、レッドは火事が起きた時に火を消す消防車のお仕事だよ。ちょっと大きめなレッドが出てきたよ。さあ次はいよいよストームとマックインだね。先にストームを開けてみよう。ストームは黒でとってもかっこいいね。よいしょ、ストーム出てきたよ。今までのみんなとは違ってレーシングカーだね。すっごいかっこいいね。ストーム、黒とグレーの体に青いライン、顔はこんな感じだよ。とっても速そうな顔してるね。横から、後ろから、ここがかっこいいね。ストーム出てきたよ。最後はマックイーン、ストームとどっちが速いかな。マックイーンを取り出すよ。はい、みんな大好きなマックイーンが出てきたよ。真っ赤な体に金色で文字が書いてあるよ。とってもかっこいいね。マックイーンの顔はこんな感じだよ。真っ赤な真っ赤なマックイーン、タイヤにはライトイヤーって書いてあるよ。くるくる回すと黒と白でかっこいいね。マックイーンとストーム、どっちが速いかな。マックイーンはメーターととっても仲良しだよ。はい、今回はカーズトミカをいっぱい開けてみたよ。みんな顔が個性的でとっても面白いね。カーズ3の映画はもうみんな見たかな。ストームとマックイーン、どっちが速いか楽しみだね。みんなもカーズトミカ遊んでみてね。